もうバン船は中国の実業家。父親の任正氏妃が設立した花ため、技術予言講師の副会長で最高財務責任者を務める。2018年12月1日、アメリカの要請により、対イイン経済制裁に違反して、金融機関を不正操作した容疑でカナダで逮捕された。1972年四川省、生徒の出身。母は、 任正し日の最初の妻毛軍で16歳の時に母の姓を名乗る。1992年に大学を卒業して中国建設銀行に1年間勤めた後、父が設立したスタートアップ企業ファーウェイに秘書として入社した。その後、会計を学ぶため1997年に入学した家中鍵大学で修士号を取得した。 カナダバンクーバーに移り、2001年に永住権を取得したが2009年に権利を放棄した。遅くとも2011年以降は、香港の永住権を取得している。中国の新聞21ショートトンセンチュリービジネス、ヘラルドのインタビューで、会計部門で働くためにファーウェイに戻った1998年に、自分のキャリアが始まった、と、もう番船は述べている。 国際会計責任者、ファーウェイ、香港 CFO、会計管理部門ディレクターを務めている。2011年にファーウェイが幹部を最初に公表した時、竹芝船はすでに CFO として挙げられていた。4人いる副会長の一人であり、父親の任正しは否定しているが、もうは父を継ぐために訓練されたと推測されうるものであった。任は以前シナテックに、 私の家族は誰も適性を持っていないし、後継者には含まれないだろうと述べていた。2018年時点で18万人を雇用する中国最大級の市企業ファーウェイ副会長兼 CFO である。2017年フォーブス市で中国の優秀な女性経済人リストで8位にランクされ、ファーウェイ会長村アカオルは2位にランクされた。 モバンフ船は2018年12月1日、香港からメキシコに向かう途中の乗り換え空港バンクーバーでアメリカからの要請によりカナダ当局によって逮捕された。12月7日カナダの裁判所で検察は複数の国際機関を欺くための陰謀容疑で逮捕令状がニューヨーク東部地区連邦地方裁判所により2018年8月22日に 発行されていたことを明らかにした。香港の会社を通じて、対イイン経済制裁を回避したと検察は指摘した。2018年12月11日、バンクーバーの裁判所は、パスポートの提出と GPS 機器により24時間体制で、監視下に置くことを条件に、保釈金1000万カナダドルで、モーバン船が求めた、保釈申請を認めた。モーは、 バンクーバーで事実上の難禁生活を送りながら、法廷闘争を続けていたが、2021年9月24日、モーは、米司法省との司法取引に応じた。モーは無罪を主張しつつ、金融機関に虚偽の説明をしたという司法省側が主張する事実、関係を争わないことに同意した。これを受け、米側はカナダへの引き渡し請求を放棄し、バンクーバーの裁判所は、 同日、モーの釈放を決定。同日いう、中国行きの飛行機でカナダを離れたという。2019年のカナダ政府の訴追資料により、モーバン船は過去11年間に自国である中国の旅券を4通、また、香港の旅券を3通、計7通発給されていたことが判明した。また、名簿はモーバン船が7通とは別に、さらに、 中国政府の公務普通旅券も所持していたと報道。2018年12月に弁護側はマスコミにパスポートの詳細を公開した。2021年9月24日、カナダ、アメリカ当局との間で司法取引が成立し、中国政府が用意したチャーター機でカナダを出国した。ありがとうございます。